はい、ゼロ濡れガラスの巫女を始めようと思います。これはですね、デラックスバージョンを買ってるので、アートワークブック、それから、衣装などもありますが、これ配信しちゃダメっぽいので、ここはまあ皆さんダウンロードコンテンツなので買ってご覧ください。ということで、ニューゲームやっていこうと思います。一応ゼロシリーズは全部やってます。はい、絵の顔が見えるように、あんま明るくしすぎても面白くないから、この辺かな。はい、ひなさき家ですな。神隠し、前触れもなく人が忽然と姿を消す。手がかりはなく失踪者の行方を知ることはできない。神隠しにあった少女ミウ、彼女が目覚めたのは半ば水没した古い建物の中だ。何時間か前までですね、月ハミの仮面をやってたんですが、いやー、あっちはですね、色合いがかなりモノトーンといいますか、暗くて怖かったんですが、こっちはちょっと鮮やかなんですよね。閉まるな。LRR 見回す。はい、それはまあいつも通り。はい、廊下の奥から明かりが差している。外に繋がっているのかもしれない。逃げないと。 L2 を押し続けて走る。 L2 で走るのか。はい、
で。水の中。ゼルといえばチリンですな。チリン、日向美優が消えた。その声は山頂の社に閉じられ、誰一人として聞く者はなかった。この物語は一つの山を舞台に、そして美優3人の男女によって掘り出される。はい、幻想探である。ゼロってそれぞれテーマカラーがあるんですよね。一作目は黒と赤、作目は赤、三作目はブルーみたいな。地の雫 3A 小塚田優里、影見、氷上山と呼ばれる霊山の近くに伝わる特殊な力。影見の力を持つ者は神隠しされた人や物の影を追うことができた。その日、小塚田優里は居候先の主人であり、影見の力を持つ女性黒沢ひそかと共に氷上山にある廃旅館を訪れていた。優里に影見の力を感じたひそかは、その力の使い方を教えようと影見の仕事に連れ出したのだった。なんか構図的には3の黒沢の霊さんと、それから、ミクちゃんと似たような感じですね。
死ぬのが怖くなると思っていた。涙も流れない。探し物は多分ここよ。ここから先はあなたがやってみて。これを渡すわ。このカメラは見えないものを映し出す遮影機。なくしたものを探す手がかりを見つけられる。豪華声優陣ですな。これがあなたの初めての仕事。あなたならできる。少し練習しておきましょう。扱いは普通のカメラと同じ。構えて何か撮影してみて。三角で構えるのか。遮影機を構えたら画面にキャプチャーエリアが。あ、このコントローラーの向きね、今回は。はい。遮影機が映し出すものは隔離よ。つまり隠された世界。それはどこよ。死後の世界が近い。見えてしまったらあまり深く関わらないこと。気をつけないと隔離世に引き込まれてしまう。以前はこんな場所じゃなかった。かつて霊場として崇められていた山がやがて観光地になり、今は自殺の名所。これを持って。弔い写真を受け取った。これが今回の。あなたが探すものの手がかり。焦らないで慎重に行きましょう。さあ中に入って。はい、最後に L1 プラス四角でフォトモードが起動できます。はい、気に入った場所を見つけたら撮影ね。その写真は弔い写真。死者を弔うために撮られた写真ね。蓮からの依頼なの。その写真はここで発見されたものらしくて、他にもないか調べてほしいそうよ。打ち付けられた板の間から木の枝が伸びている。
から足のような草が生えている。板が打ち付けられている。隙間から外の光がわずかに見えるが、建物内はほとんど闇に包まれている。はい、ユーリ、待って。気配を感じるわ。アルツをし続けて行き先を探る。はい。それはヨスガが見せる過去の影。残影。残影は目的のものへの手がかりになる。影を追いましょう。過去の映像そのものが見えることがあります。過去の映像などを撮影することができれば、射撃の強化に必要な撮影ポイントを入手することができます。はい、埃をかぶった廊下に古い本が落ちている。誰かが置いていったものだろうか。氷上山は昔から霊場として崇められており、古い社など歴史ある建物と大華橋、みそぎが淵に代表される自然信仰を感じさせる地形で参拝客を集めていた。また山頂の彼岸湖から流れ落ち、麓の水天池に流れ込む豊富な水は大小の滝や清らかな川、多くの水をたたえた淵など美しい水の風景と神秘的な森を潤し、観光客、登山客も訪れていた。山のふもとにある池のほとりには温泉旅館一郎荘があり、参拝客、登山客の疲れを癒していた。しかし今は錆びで訪れる者はいない。氷上山は大きな地滑りをきっかけに変わってしまった。山頂へと至る参道は途切れ、山中を巡っていた水の流れは変わり、風景は一変した。観光地として整備されようとしていた道路の工事は中断された。一郎村も大量の土砂に埋まり、従業員の家族を含め多くの死者が出て、参拝を余儀なくされた、廃業を余儀なくされた。観光地氷上山は死に、
人々が去った後、再び有名になったのは自殺の名称としてだった。死に行く者が入る山という言い伝えのためか、今では自殺志願者や心霊スポットとして肝試しを目的とする人が訪れるようになっている。この部屋かしら。鍵がかかった。鍵が必要ね。遮影機を使ってみましょう。チュートリアル停止。遮影機を通してみると通常見えないものが反応することがあります。反応をロックオンして撮影することで関連する場所やものが映り込みます。写真に映り込んだ場所を探し出せば何かが見つかるかもしれません。はい、射影機。写真に何か写り込んだ。どこかの部屋の押し入れの中が光っている。タンスの上に人形が置いてある。ここに鍵があるのだろうか。はい、写り込んだ写真は、はい、ユーリ、一人で探してみて。私はここで待っているわ。足が見えましたね。はい、この鍵でさっきの扉が開けられるかもしれない。磯岡さんの元へ戻ろう。押しっぱなしにしなくてもいいんだ。ピッて押したらもうすぐ構えられるってこと。 OK。 この部屋にある。
探してみましょう。はい。ユーリ、射駅で探してみて。隠されて見えなくなっているのかもしれない。待って、ユーリ、そこに何かあるわ。はい。射駅で見ることのできる反応には、この世界から隠されたもの。射撃を使い、正しい位置角度でその場所を撮影することで隠されたものを呼び戻すことができます。 L2 を押しながら L1、 はい。これが依頼のもののようね。夜になる前に帰りましょう。ここはあまりいい場所じゃない。どんな体型やねん。ナイスバディすぎるやろ、ソカさん。ユリ、今回のような物探しは簡単だけど、人探しは難しいわ。影見は、その名の通り対象の影を見てしまう。神隠しにあった人の影は追わない方がいい。見てはいけないものを見てしまうこともある。ついな。霊が拾った。はい、射撃を使えば霊を追い払えるかもしれない。攻撃、はい、キャプチャー、はい、攻撃範囲です。はい、まず構えて、で L2 でロックオンで R2 でyou
ダメージを受けた音量から霊変が飛び出します。一定時間経った霊変は音量の体力で少し回復してしまいます。はい、霊変は撮影することで消すことができます。はい、5個以上の代償撮影があるときはシャッターチャンスです。シャッターチャンス撮影はこれをヒットバックさせます。シャッターチャンス中はキャプチャーエリアなどが赤く変化します。はい、撮影対象が音量と霊変で合わせて5つ以上ある場合、自分と敵の位置や傾きを調整しつつシャッターチャンスを狙うと効果的です。R2 で、射程距離があります。近づかないと敵に攻撃できません。映すマークが大きいほど、はい、近づいて撮影し、傾きが難しいね、これ。ごめんなさい。やっぱり私一人でやるべきだった。分かってくるあれですな。
ガネかけたまま寝るんかい。あの先生、先ほど黒沢さんがいらっしゃって。ああ、密かが来たのか。見つかったそうです。本当か。受け取っておきました。いい紙使ってる本やねん。アルバムか。ひそかから影見を教わった優里は、氷上山の廃旅館から北条蓮の依頼品である弔い写真を持ち帰った。その蓮は一つの悪夢に悩まされていた。幼い頃自らの手で一人の少女を手にかけた。それはただの夢なのか、それとも自分自身の体験だったのか、真実はまだ闇の中であった。以下の追加コンテンツが適用されました。歴代キャラクターコスチュームセット三角衣装から変更することができます。ライザーの服、ライザーの帽子、はい。衣装、あ、ミオちゃんの服、お、かわいい。おお、あ、もう黒沢レイ、パンクコーデいらねえ、コスロリコーデいらねえ。水着、ライザの服、白い黒いライザの帽子、Kさんの服いいねこれ。ミユ、ミクの服、マイユの服、とりあえずこれで決定していっとこう。廃旅館で影見から数日後、密かは外出したまま戻らなくなっていた。普段抱く有利のもとへ一人の少女が訪れる。その少女は密かがしない方がいいと言っていた人探しの依頼を口にする。